妻の機嫌を良くする方法。精神科医カバサワショーのカバチャンネル。奥さんの機嫌が悪いってことはありませんかね。あるいはいつも奥さんがイライラしたりですね、何か不機嫌になっていたりということっていうのはまあ結構あるんじゃないかなというふうに思います。先日ですね、パートナーシップの世界的な権威ジョン・グレイ博士のセミナーに参加してきました。パートナーシップというのは夫婦関係っていうのかな、自分の理想のパートナーをどう見つけて、どうやってパートナーシップをこう深めていくかという、そういう話を聞いてきたんですけども、やっぱりですね、夫婦関係がうまくいってない夫婦が多いということですね。逆にうまくいってる夫婦ってほとんどないということですね。もしあったとしても昔うまくいかなかった時期が必ずあるということですね。それを乗り越えて良くなると、今いい状態になっているということがあるかもしれない。だから最初からずっとうまくいき続けて夫婦なんてないというような話を聞きまして、まあ非常にホッとする話でございますけども、じゃあどうやればうまくいくのかという話でございますが、ジョン・グレイ博士の解決法というのは非常に分かりやすくシンプルです。そのうちのね、一つをシェアさせていただきたいと思うんですけども、先ほども言いました妻の機嫌を良くする方法ですね。これはもう男性としてはですね、ぜひ知っておいていただきたいですね。妻の機嫌を良くする方法何っていうとですね、奥さんの話を聞くということです。奥さんの話を聞いてるよっていうふうに思うかもしれないけど、重要なのは奥さんの話を黙って聞くということです。黙って聞くってどういうことっていうとですね、どうしても男性の場合はですね、奥さんに限らずいろいろ部下の話を聞いたりですね、他の人の話を聞くとですね、自分の意見を述べたり解決法を言ってしまうんですね。悩み相談を受けると必ずアドバイスをしたりですね、解決法を言いたくなるんですね。これが男性の一つの思考のパターンです。で、女性奥さんもですね、今日あった話聞いてよ、あるいは食事の時とかですね、いろいろと今日あった出来事をわーって話してくると思うんですけど、女性っていうのは話を聞いてほしい生き物なんですが、なぜ話を聞いてほしいのかというと、それは共感してほしいからです。自分の気持ちを理解してほしいからです。ですから解決法を求めてはいないのです、女性は。まあ、よくカフェでですね、他の女性同士で恋愛相談みたいのよくやってるんですけども、話を聞いてる方もアドバイスとかをするんですけど、登壇してる方は全くそんなの聞かないで、とにかく話し続けるんですよ。まあそういうもんなんですよね。ですから旦那さんが奥さんの話を聞いてあげるときに傾聴するということですね。傾聴する、要するにあれこれコメントやアドバイスとか解決法とかいらないので、ただひたすら聞くということです。傾けるように聞くというのが傾聴というんですけど、これカウンセリング用語でですね、まあ、カウンセリングの基本中の基本というふうに言われてますね。カウンセリングの本を開けば必ず傾聴という言葉が出てまいります。その傾聴というのはまさにこのジョン・グレイ博士が言った奥さんの話の聞き方と全く同じだったんですね。まあ、ジョン・グレイ博士は傾聴という言葉は使いませんでしたけども、一般的な心理カウンセリングの聞き方と全く同じだなと。つまり心理カウンセリングでもクライアントさんのあるいは患者さんの話を聞いていくんですけど、その時にああだこうだって言っちゃうと話せなくなっちゃうわけですよ。こちらの主観を挟むとですね、とりあえずずっと全部聞いて最後に何かを言ったりすることはあるんですけど、話を聞いてる最中にはこちらの思ってることとか危険とか関係ないので、とにかく黙って聞きなさいっていうのは傾聴って意味ですよね。そうすることによって思ってることを全部吐き出します、聞いてもらった方はですね。そうするとすっきりするということですよね。言葉で思っていることを表現するだけでですね、人間非常にすっきりとした状態になるということです。逆に話している最中にあれこれいろいろなコメントや意見を差し挟まれると、自分が話したいのに妨害されているというふうに思ってしまいますから、非常に気分を害するということになってまいります。ですから旦那さんが奥さんの話を聞いてあげたときは、ただ黙って聞いてあげればいいという、ただそれだけの話なんですね。ただこれっていうのは実は簡単そうで非常に難しい。やっぱり男性っていうのはどうしてもこう意見を言いたくなったり、解決法を言いたくなったり、もういいだろうというふうに退席したくなったりするということがありますので、非常に難しいのですが、グレイ博士は週3回1回10分で円満な夫婦になれますっていうことをおっしゃってましたね。これって非常に少ないんじゃない、むしろ結構少ないんじゃないかなというふうに思いますし、毎日ご飯を食べてる時にちょっと聞いてあげる程度でもう十分クリアするレベルですよね。ですからあれこれ言葉を挟まずに、とにかくひたすら奥さんの今日のね出来事や今日の不満やいろいろ黙って聞いてあげるというだけでですね、奥さんは非常にすっきりとした気持ちになり、機嫌も良くなるということなので、妻の機嫌を良くする方法は、奥さんが話している内容をあれこれ言わずにですね、黙って聞くと。なかなかですね、簡単そうで難しい。でもある程度練習していくとですね、できるようになりますし、まあ、たったこんなことでもですね、非常に夫婦関係が円満になるのであればですね、ぜひやらないと損というふうに思いますので、ぜひ試してやってみてほしいなというふうに思います。